コタサウルスは、ジュラ紀前期に生息した、竜脚類の属である。唯一の基地種は、コートソリスヤマンパリーンシスである。化石は、禁煙種のバラパサウルスと同じインド、アンドラプラデーシュ州のコタルイ層で発見された。少なくとも12個体分の化石が知られている。大部分の化石が知られているが、頭部は未発見であり、 二つの葉の実が知られている。すべての竜脚類と同じように、巨大で、四足歩行の長い首等を持つ草食動物であった。コタサウルスは、基地で、最も基盤的な竜脚類の一つである。一般的なボディープランは、典型的な竜脚類であるが、いくつか源竜脚類の持つ、祖先的な特徴を有する。源竜脚類は元来は二足歩行であったのに対し、 コタサウルスはすべての竜脚類と同じくつねに、しそか歩行である。体長はおよそ9メートルほどで、すでに後の竜脚類に匹敵するサイズとなっている。大腿骨はまっすぐで、断面は楕円型で、獅子はすでに筒状のものになっていた。葉はスプーン状で、後の竜脚類のものに似ている。他方で、原始的な特徴として、上腕骨が、 相対的に短く、ややねじれていて、大腿骨に焦点子を保持している。椎骨は近煙種のバラパサウルスではすでに空撃が、相手、重量を抑える構造になっているのに対して、コタサウルスでは、穴のない単純な構造で重い。固有派生形質として比較的四肢の骨が細く、低く細長い前肝骨牛突起がある。コタサウルスが、真の竜脚類であるか、 それとも竜脚類の外群として分類される基盤的な竜脚形類であるかははじめはっきりとはわからなかった。バラパサウルスや断片的にのみ知られるオオムデノサウルスやジゾンゴサウルスとともにブルカノドンカと呼ばれる基盤的な竜脚類のトガエと分類する科学者もいた。現在ではこのグループは側系統であると認識されている。今日ではコタサウルスは基地でも 最も基盤的な竜脚類であると認識されている。しかし、系統関係は完全には明らかになっていない。ボンドオパディ・ラニュル2011年の最新の研究ではバラパサウルス及びブルカノドンよりは基盤的であるが、ジンシャノサウルス、アンテトニトルス、キンシャンキアンゴサウルスより派生的であるとされている。すべての基地の化石はアンドラプラデシュ州。 山名パリの村の2.4平方メートルの区域から発見されたもので、この場所はバラパサウルスのタイプ標本の発見地から北へ約40キロメートルにある。発見は1970年代後半で、全部で840個ほどの部分的な化石である。1988年にピーアダギリにより親属新種の竜脚類、コートソリスヤマンパリーンシスとして記載された。 A.B. ボンドオパディ、ソスウィティデビット・ディージレット、ソング・ミトラ・レイ、ダーヤ・ティッピー、セングプタ、オステオロジー・オブ・バラッポ・ソリス・タゴレイ、フロム・ザ・アーリー・ジュラシック・オブ・インディア、ペイリアントラジー53、533、569、ドイ、10.1111、J1475 から4983.2010-00933、 x イシュン1475から 4983http コロンスラッシュスラッシュ o n l i n e l i b r a r y y r e a d c o m スラッシュドイスラッシュ10.1111スラッシュ j.1475-4983.2010.00933.x スラッシュアップストラクト APCDE やたぎり B, ザオステオロジー・オブ・コート・ソリツ・ヤマ・パリンシス。A, ソーラ・ポート・ダイナソー・フロム・ザーリー・ジュラシック。コタ・フォーメーション・オブ・インディア。ジャーナル・オブ・バータブロとペイリアントラジー21。 242-252http コロンスラッシュスラッシュ www.tandfonline.com スラッシュドイスラッシュアブススラッシュ10.1671スラッシュ 0272-4634021%5 バイト 0242%3 あとキャパーセント5ディーツ 0CO%3 バイトに abc グラット ドナルド F ダイナソーズザエンサイクロペディアマクファーランドカンパニーインクパブリッシャーズ pp 521-522 ISBN 7 9 7 8 0 3 7 5 8 2 4 1 9 7トポールグレゴリー S ザプリンストンフィールドガイド2ダイナソーズプリンストンユニバーシティプレス pp 172 ISBN 9長7806億9113万7209ヤダギリ P A ニューソーラポートコートソリスヤマンパリイニシスフロムロワージュラシックコタフォーメーションオブインディアレコーズオブザ・ジョバロジェクルサーベイオブインディア11 102 127ありがとうございます